あれは運搬車。マイスター本当に助かりました。なんとか明後日の公演に間に合わせられそうです。まったくお前たちの劇団ときたら毎度毎度要求が高すぎる。オートマタの調整ならまだしも、新たな舞台装置の発注まで、わしとて暇ではないのだぞ。本当に申し訳ありません。何せイリアさんと劇団長からの要求が高くて、ついあのような仕掛けまで追加発注させていただきました。まあいいだろう。我が工房の技術、お前たちの舞台に生かす方がエイドスの意志にはかなうだろうからな。あ、はあ。それはそうとマイスター、前々からお誘いしている通り、ぜひともアルカンシェルの公演をご覧になっていただきたいんですが、いつも素晴らしい人形と舞台装置を提供していただいているわけですし。相応のミラは受け取っている。わしは忙しいのだ。好意だけもらっておくとしよう。な、やっぱり応じてくれないか。せっかくの舞台装置、どのように使われているのか一度見てほしいんだけど。あの、おや、確か特務支援課の。あ、はい。アルカンシェルの技師をされている方ですよね。ええ、舞台装置を担当しているハインツです。珍しい場所で会いますね。マイスターにご用ですか？ええ、ちょっと相談に乗ってもらいたいことがありまして。そちらは舞台用の装置を受け取りに？ええ、オートマタの調整と新しい舞台装置の製作をお願いしておりまして、リニューアル公演に合わせた無茶なスケジュールでしたが、なんとか仕上げていただきました。いや、劇団員一同、マイスターには足を向けて寝られませんよ。なるほど。そういや、アルカンシェルのリニューアル舞台の初公演はいよいよあさってなんだよな。ええ、イリアさんをはじめ団員全員がかつてないほど気合が入っていまして、舞台装置担当としても身が引き締まる思いですよ。そうですか。さぞかしすごい舞台になりそうだね。おっと、こうしちゃいられない。早く帰ってセットしないと。皆さん、私はこれで。また劇場にいらしてください。はい、それでは。どうかお気をつけて。しかし、アルカンシェルの舞台装置を手掛けてるってのは聞いていたが、ああいうところを見ちまうと怪しげな結社に関係している工房とは思えなくなるな。そうね。とりあえず留守じゃなくて助かった。結社の動きについて話をしてもらえるかどうか、とにかく聞くだけ聞いてみよう。虎穴にいらずんばってところかな。すみません、クロスベル警察特務支援課の者です。
マイスターローゼンベルク、いらっしゃいますか。さあ、大声を上げずとも聞こえておる。どうやら聞きたいことがあって訪ねてきたようだな。あまり時間は取れぬが、少しの間であれば話を聞いてやらんでもない。その子に案内させるから中に入ってくるがいい。くれぐれも余計な場所に入るでないぞ。さすがに喋れはしないみたいだな。しかしまあ、機械仕掛けとは思えねえぞ。それで君、ご主人のところまで案内してくれるのかい？行きましょうか。そうね、待たせても。ウロボロス、やっぱり底知れない相手だな。ここはすごいです。ひょっとして君らが言ってた巨大人形かい？ああ、レンっていう子が使っていたパテルマテルだけど。ここに保管されていたのね。しかしまさかこの屋敷の地下にこんな場所があったとは。何気に動力ネットの端末らしきものもありますし、まさか子猫はここから無線でネットに介入して。それで何の用だ？その時間を割いていただいてありがとうございました。実はいくつかあなたにお聞きしたいことがありまして。大方カンパネルらがちょっかいをかけたというところか。じいさん、あんた勘違いするな。確かにわしは結社の関係者だが、あくまで一介の人形師に過ぎぬ。結社の計画そのものに直接関わっているわけでもない。それじゃあのカンパネルラという少年が何をしようとしているのか、あなたはご存じないと。知らぬし、知る立場にもない。ただ彼は使徒ではなくレギオンだ。実際に結社が進めようとする計画を提案する立場にはない。それを企画立案しているのはあくまで使徒ということになる。ちょっと待ってください。なんだか話が急すぎて理解が追いつかないというか。重要な内部情報みたいだけど、簡単に喋っちゃってもいいわけ？別に禁ぜられてはおらぬからな。それにこの程度の情報ならば知る者はそれなりにおるだろう。教会やギルド、大国の諜報機関ならばとっくの昔に掴んでいるはずだ。にもかかわらずあなたはここで人形を作り続けていられる。そもそも結社の全貌を知る立場にはないからな。例えばオーバーマペットですら、ここ以外の複数の工房の技術からも成り立っている代物だ。言うならば
ここは無数にある巨大な蛇の尻尾の一つ。ギルドや教会あたりが簡単に乗り込んでこないのはそういった理由もあるのだろう。なるほど。ただ摘発するよりは必要に応じて情報を引き出す、その方が利用価値があるってか。そう。それに加えてこの工房にも備えがある。もしお前たちが逮捕令状を取ってここに踏み込んできた場合、発見できるのはおそらくガランドの工房だけだろう。そのパテルマテルも含めてな。なんなら今この場でわしの身柄を拘束してみるか。またとない機会かもしれんぞ。いえ、遠慮しておきます。確かにあなたからは話を伺うだけの方が良さそうだ。ロイド、ちょっと納得はできませんけど。賢明だな。どうやら具体的にいろいろと聞きたいことがあるようだが、三つに絞るがいい。答えられる内容ならば答えよう。わかりました。この老人から聞きたいこと、それは。アンギス、大いなるマスターの意を受け計画を実現する七人の幹部のことだ。わしも全員について詳しく知っているわけではないが、近々このクロスベルを訪れるという人たちならば知らぬでもない。それは一体どういう人物ですか？一人は第6中にして結社の技術ネットワークである13工房を統括する男だ。結社切手の理論家にして貪欲極まるエンジニア。まあ、たちの悪い男だとだけ言っておこう。そんな風に言われましても、どうたちが悪いんですか？良くも悪くも自分の知的好奇心を満たすことしか考えていない男だ。どのような目的でこの地を訪れるつもりなのかは知らぬが、少なくともクロスベルにとって良い予兆とはとても言えぬだろう。確かに聞いた限り立ちが悪そうではありますね。そしてもう一人、鋼の名を冠する第7中がクロスベル入りするという情報がある。鋼？なんつうかちょいとヤバそうな響きだな。うん、少々謎めいた人物でな。一つ言えるとしたら、お前たち全員が束になって挑んでもかなわぬほどの達人というくらいか。俺たち全員でも？へえ、ずいぶん自信満々だね。ああ、忠告程度に思っておけ。第6中と違い高潔な人物とは聞いているが、下手に挑んだりしたら間違いなく返り討ちに遭うだろう。先ほども言ったように、わしも詳細は知らぬ。ただ伝え聞く話によると、こんな風に呼ばれているらしい。減塩計画と。減塩計画？意味深な名前だね。その計画は1年半前のリベールのような異変をクロスベルにもたらすものですか？もしそうなら絶対に認められません。繰り返すが、わしも詳細は知らぬ。ただ一つ言えるとしたら、リベールほど結社の介入が大規模ではないというくらいだ。
そもそも結社は闇の存在。本来あまり表舞台には出ぬからな。なんつうか全然安心できねえんだが。むしろ名前だけというのが逆に不安を煽っているような。 DG 教団か。わしの知る限り直接のつながりがあったことはないようだな。連がいた連中のロッジを結社が潰した事実はあったが。え？それって楽園っていう？各地の有力者を取り込むための場所だったらしいな。大方結社の息がかかった有力者をターゲットにしたため殲滅の対象となったのだろう。レンが生き延びたのは行幸というより他にはないな。だからといって結社ってのがまともとはとても思えねえな。正直そんな説明だけじゃ納得できそうもないんだけど。言っただろう、わしの知る限りと。どう判断するかはお前たち次第だ。これで3つか。時間を取られた。そろそろお引き取り願おうか。そういう約束だ。今回はこれで引き上げよう。また機会があれば話を伺いに来ても構いませんか？まあ気が向けばな。そもそもお前たちにとって気がかりは我々だけではあるまい。国家独立とやらを前にして警戒しなくてはならぬ勢力は他にいくらでもあるのではないのか？それは。まあ確かにな。そういった勢力の動きも全部知っていそうだけどね。さてな。さあ帰りもその子についていくがいい。はぐれたりしたら身の安全は保証できんぞ。夢を見ているみたい。減塩計画、そしてクロスベルを訪れるという二人の使徒の存在。正直突拍子もなさすぎて現実感がないんですが、どこまでが本当なんでしょうか？リベールの異変を聞く限りシャレにならない連中なのは確かだろう。ただリベールの時とは違って大規模な仕掛けをしているようには感じなかったけど。まあ巨大な飛行戦艦まで現れたっていう話だからね。あのパテルマテルっていう巨大人形も持ち出したみたいだし。よく知ってるな、一家の機密情報なのに。そんなことまでホストの間では噂が広まっているの？まあそんなところかな。どうした二人とも？いえ。なあちょっとな、ティオスケの方はまた別の考え事みてえだな。そうですね、先ほど案内してくれた人形にしてもそうなのですが、結社というのはどうも遊びが多い組織だと思いまして。遊びが多い？ええ、エプスタイン財団やZCF を上回る技術力を持ちながら、それを無駄に使っているような。
あのパテルマテルにしても、あんな人型兵器を実用レベルで作ったら飛行艇50隻は作れてしまいそうです。そうなのか。豊富な資金源があるのか、それとも。でも確かに軍隊や犯罪組織は基本的に効率性重視の組織形態です。遊びの部分などは極力持たずに、目的のために冷徹に動いていく、そういった合理性はあまり感じられませんでしたね。俺が思ったのもそこでな。いかにすごい技術を持っていようが、化け物じみた連中を抱えていようが、赤い星座クラスの両兵団やヘイユエみたいなシンジケートの方が現実的な脅威は上かもしれん。ましてや帝国、共和国みてえな大国とまともにやり合えるとも思えねえ。なるほど。となると、そうした勢力が複雑な対立状況を作っている現在、結社のような連中がわざわざクロスベルに来て何を狙っているのかが問題なわけだ。そうね、テロリストたちを支援したのも単なる気まぐれだったみたいだし、どうも現実的な勢力争いに積極的に関わっているわけではなさそうね。だとしたら、現実的ではない目的のために動いているということでしょうか。そうなるとさすがに俺たちにはお手上げになっちまいそうだな。でも実際に何かしようと企んでいるのは確かみたいですし。とにかく一度支援課に戻ろう。課長には話しておきたいし、警備隊やギルドにも連絡を取りたい。結社が何をするつもりでも最低限備えることはできるはずだ。ええ、分かったわ。そんじゃ一旦クロスベル市に戻るとすっか。したのかな。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。あ、ロイドさん、やっとつながりました。フランカ、お疲れ様。ひょっとしてさっきからエニグマにかけてくれてたのか。はい、でもなぜだか全然つながらなくって、他の皆さんのエニグマにも一通りかけたんですけど。人形工房の地下に動力波を遮断する仕掛けがあったみたいだな。すまない、ちょっと特殊な場所を訪ねていて。どうしたんだ、急ぎの支援要請でもあったか。また何か続報があったらこちらにも伝えてほしい。了解しました。何か問題
連絡だったみたいですが。ああ、なんだと。脱線って動力鉄道のことですよね。ああ、すでにミカと警備隊が現場に向かっているそうだから任せてもいいと思うけど。さすがに気になりますね。ああ、このきな臭い状況でタイミングが良すぎだろう。まあ単なる事故とはちょっと考えにくそうだね。ロイドさん、どうするの？結社についての情報は今日中にまとめて伝えればいい。俺たちもこのまま事故現場の方に行ってみよう。例の幻獣か、それとも何らかの組織による仕業か、少なくとも現場検証の手伝いくらいはできるはずだ。はい、それじゃあ急ぎましょう。こりゃ車を使ってパーッと行った方が良さそうだな。この音、サイレンの音ですね。救急車が3台も。やっぱり脱線事故の怪我人を搬送しているのかしら。まあこのタイミングだし間違いないんじゃないかな。セシル姉たちも忙しいことになりそうだな。俺たちも現場へ急ごう。おう。よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。今のバスは共和国方面への行き来に使われている旅客バスですね。多分列車に乗っていた乗客を振り替え輸送しているんでしょうね。やれやれ大変だな。事故の規模はどの程度なんでしょうか。いやあ、ロイドたちか。フランス、お疲れ。ランディ先輩、ノエルさんもお疲れ様です。そちらこそお疲れ様です。どうやら事故現場ってのはその先で間違いないみてえだな。はい、すでにソーニャ司令と警察の方が検証に入っています。ミカのドノバン警部とレイモンドさんが来てるよ。しかしまあ見事なまでに脱線しちゃってるみたいだね。ありゃ復旧までにちょっとかかりそうだな。その乗客の人たちの被害は？幸い死者は出なかったようですが、何人か重傷者が出たみたいですね。治療の必要がありそうな方は先ほど救急車で搬送されました。ああ、さっき見たよ。他の乗客は一通りバスで。ああ、市内に行くのとアルタイル島で行くのの二手に分かれるらしいね。さっきまで大混乱だったよ。無理もないかと。やれやれ、厄介な事故が起きたもんだね。とにかく俺たちも事故現場を見てみよう。
通してもらってもいいかな。ああ、お前たちなら誰も文句は言わないだろう。どうぞお通りください。